to the mountain top 見に行こうかまだ見ぬ光景生き様はそれぞれで OK ヤホー新編ただつっアンプルケースアンプルケースはいということでアンポさんのチャンネルでもご覧いただいたかと思うんですがアンプルケースラップを教えるぞはい飛び込み企画をやってまして4月の10日 VS 呂布カルマはい4月の2日で1週間前ちょうど1週間前です、はい、アンポさんの動画を見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、ラップってこういう風にやるんだよみたいなのを教えて1週間染み込ませてみてくれと、はい、言って1週間経ったんですけどどうですか、はい、そうですねまず初めにラップというものがどういうものなのか、はい、本質的な部分を理解できたかなと思います。おおすごい上手いことを言うとか、はい、そういう以前の問題で、うん、話すことが大事だよなってことが分かりました。その練習結局できたのは4回なんですけど、まあ、移動中とかあるじゃないですか、はい、まあ、音を流してずっとこう頭の中で これ言えるみたいなのはずっとやってました。結果も結構それは癖づいたんじゃないかなっていうぐらいだと思いました。おお、素晴らしいですね。フォーカスの持ってき方と集中力がえげつないで、格闘技とラップバトルの共通点っていうんですか、普通にズブの素人の人よりも何倍もこう飲み込めると思うんですよね。言葉とね、拳じゃ全然違うんだけど、でもメンタルとかマインドとかのセットの持っていき方ってすごい近いと思う。めちゃくちゃ、うん、その通りです。リンクする部分がいやめっちゃある。そんだけの精神力があったら何でもできるし、ラップバトルやっぱこう鍵は精神力にすごい重きが置かれるんで、情報の処理、あ、なるほどこういうことなんだっていう、格闘技で言うとっていうのにすぐ置き換えられてるから、それはちょっと強みだと思う。でも今日は一週間やってみた成果というか、をやり見ながら僕とスパーみたいな感じでやっていって、はい、でそこから実際のイメージを膨らましていくっていう風にしていこうかなと思ってます、はい、楽しみですね。もう時間がないので荒領事なんですけど、アンポさんのセンスを信じるしかない。アンポさんなりの戦い方をここから見つけていくぞ。音を用意するんでやってみますか。はい、お願いします。よいしょ。すでに音の乗り方がラッパーっぽいっすよ。いえ、あ、あ。ということで、ジャンポさんから入ってもらって、これが返していくというのを何本かやってみましょうか。実際の試合は8小節3本。そうですね、はい、初めてもらう感じで、ああ、いえいえ、1週間ぶりですね、新平田さん。俺はこの1週間ラップをめちゃめちゃやってきた。そしたらラップとラッパーの凄さを自分のハートで身に染みた。だから俺はこのラップを極めたくなった。そしてそれを4月10日 FSL で必ずかます。俺は呂布カルマに今勝つ気でいる。そんぐらいの気持ちを今日ここに持ってきた。その勝ち気でいる、タスキは受け取った。勝ち気でいるってことは何よりも大事だけど、1週間死ぬ気でラップをやってきた。20年間やってきてるぜ、俺と呂布カルマ。そいつと対峙して相手を対峙するためには何が大事。その大地の扉を開いた。1週間前よりもラップがガンガンできるようになってるってことは感じてるぜ。1週間しか確かにやってねえ。だけど俺の気持ちはもっとやってきてるぐらい熱い。だから今日ここで新兵さんに教えてもらって、さらに俺は濃度の濃い1週間を過ごす。そして1週間ぐらいじゃ呂布カルマに勝てるとは思ってはねえが、とにかく俺は会場をぶちかます。そして格闘技をやってることを絶対に誰にも舐めさせねえ。誰も舐めてねえ、タオルだって投げるつもりはねえ。よ、嘆いているよりも一歩ページを進めていく。それしか自分にできねえ。よ、1週間だろうが20年だろうがキャリアなんて関係ねえ。その持ったマイクの中にはリリックっていうのは自分のことを語る物語だ。そいつをしっかり掴めてぶちかましな。それができれば自分のキャリアにプラスになるぜ。自分のキャリア、いえ、掴むぜキャビアいうことかね。やべえ、やばい、シーメンさんやっぱ強え。言葉に返す言葉がなくなった。どうしよう。でもとにかく俺は音に言葉をつなぐぜ。それがラップ。これは勉強になった。だから俺は言うことがねえ。
キャビアじゃ釣れねえラップマニア。よう、やっぱラップの中には何が大事、マテリアルじゃなくてもっともっとリアル、的確な言葉そいつだけが糧になる。勝手にやって負けちまう負け試合なんて見たくない、そんなだらしないアンポルキア誰も期待してない。よう、見返してやりな、まだお前の凄さ客たちはまだ理解してない。やべえ。そうです、1本2本はだいぶいい感じ。でもこの間始めた1週間でこの進歩っていうのは結構劇的だと思うんですよ。マジっすか。うん、ちょっとできると思ったんですけどね。2本目まではちゃんと返せてたし、なかなか絞れなくなって、やっべどれ返せばいいんだろうみたいな。そう、それですね。完全に言おうと思ってることっていうのが自分の芯じゃないですか。はい、それがあればこうガンガンパンチを受けてても、そっちにこう気を取られすぎると自分の出したかった技とか出せない時とかあないですか。まず自分がこうどういう技を繰り出していくのかっていうイメージ、自分のその場でやりたい、こうね、舐めさせない、そういう気持ち、その部分が一番こうコアになってくるっていうか、はい、それがこう相手に何を言われても途切れない状態にしときたいな。キャリアとキャビアが思いついて意を踏んだんだけど、あ、やべえ、そっから見失ったっていう、はい、よくある。あ、そうなんですよ。よくある光景です。だから喋ってる時のトーンと同じ感じ、したら俺がラップしたら俺の名前はシュウペイターっていうトーンになる。あ、で俺がラップするなら俺の名前はシュウペイターみたいな、腹から言ってる、はい、声を出せるようにしましょう。はい、それはすごい大事。わかりました。この1週間あのアンポさんが言ってたのは、要はこうシャドーボクシング。そうです、シャドーボクシングってこう体をだってこれ初動しながらなんか言葉出るぐらいになりました。よっ、やっぱりあの格闘技も音楽に聞くんですよね。音楽に乗りながらこう初動とかしたりするんで、なんかめっちゃ出るんですよ、言葉が。はいはい、喋りながら昨日初動しました。マイクチェックしにアンポルキ入ってきました。うん、っていうよりイエーって言った方がイエーイエーハッ、そのぐらいの覇気は超欲しいです。そうです。スクラッチからいってみましょう。さあ、成功です。イエハイエ、俺の名前はアンポルキア、今日はシンペーターに悲しみに来た。俺はレペゼン格闘技界ぶちかますぜこの練習試合。Yeah、 俺はラップの上達と今日あんたに見せに来た。俺の上達ぶりを見てあんたの言葉をくれ。俺はそれに言葉を返して今からその言葉を見せる。俺の名前はシンペイタ、ラップは俺の人生だ。アンポルキアが向かったとこでも一歩も引かねえチャンピオンキラー、ちゃんと聞きな。お前の誕生日になるはずさ、4月の10日相手に呂布カルマ、自分の言葉しっかり放って爆弾を投下。 Yeah、 チャンピオンキラー、 Yeah、 俺ならなるぜスターファイター。 Yeah、 ラップでもハマすぜ言葉に乗せて。 Yeah、 呂布カルマに勝つ、絶対にぶちかます、そのためにこの2小節俺は最後まで言葉を放つ。2小節、最後の最後の微調整、そいつが自分自身ビットして、信憑性がねえと人の心にヒットしねえ。 Yeah、 今こうやって目の前出す答え、俺とお前二人きり。 Yeah、 でもこの大舞台無駄にしないぜ使い切り。 Yeah、 信憑性、 Yeah、 俺ならあるぜ格闘技の信用性。 Yeah、 この舞台かましてやる、俺はラップでも舐めささねえ。 Yeah、 絶対にやるぜ、俺はラップでも絶対にかます、そしてそれを会見に生かす、つまりは全てを格闘技に生かす。格闘技に生かす、そういう自覚あるところは威嚇でも短く、相手は威嚇してる、接近して引っかくどころじゃねえ、それを一発でひっくり返すにはリリカル、そいつを磨く。 Yo、 自分自身が生きてきた美学、それをダップに出せたら全員会場も敵だろうがしてくれる美学。いいじゃないですか。クリティカルアンサーで、クリティカルガンなんですかね。何かね、美学でクリティカルが浮かんだんですけど、そこにまた引っ張られちゃいました。相手の言ったことに引っ張られて、自分の
言うべきこと出てこなくなるので、もう一番大事なのは自分の言うことをどんどん固めていく、言いたいであろうことっていうのはもう明確にやっぱこう、それが描けてれば描けてるほど強いしブレなくなるので、それを描きながらラップしましょう。やっぱアンサーで題もできるよね。さっきのキャビアとキャリアとかもそうだし、信憑性って言ったところで信頼性、あれはもうライムを考えれる脳にはなってるんですよ、はいはい、なってるけど多分使うエネルギーというか格闘技で言ったら超大ぶりなパンチみたいな、あーなるほど、きたーこっつっぞっていう、はい、その後ってこう頭真っ白になっちゃうじゃないですか、打つことしか考えてないから次のリカバリーが遅れるんですよ、多分この次が超大事なんです。わかりやすめちゃくちゃわかりやすいっすピタピタみたいな感じでもう埋まってるんですね、そうそうそうジャブがないそう。結構かけて教えるのめっちゃうまいって言われるんですよ、はい、多分絶対シンベダさんめっちゃうまいっすよ教えるのっすか、絶対うまいっすね、わかんないっす、めっちゃわかりやすいっす、でも教える人でやってるんであれですよね、はい、やっぱり何事も極めたお二人の話してる内容はすごく共通してるところ多いんだろうなって見てても感じます、話してて、いや俺もまだまだっすけど話してて超面白いもん普通に試合終わったらあれいろんな話聞きたいし、自分が一番フィニッシュブローにジャブです、ね、ジャブ、いやフィニッシュブローじゃないですけどジャブっていつも絶対使います、あジャブって誰もが簡単に痩せる、うん、左大体右側じゃないですか、これなんですよこれだけ、それで自分のペースを作っていく、そうです、そしたら相手の距離が全部測れるんです、うん、でそしたら右のストレート打つタイミング一緒で、右のストレートがいきなり打ったらこれリスクでかいじゃないですか、次もらうの、うん、でもジャブだったら点を置いとけるんで何のリスクもないんですよ、そういう話 もう全然使えるワードっていうか、あマレージャブなるで、そう、なんとかの左ジャブとかなってったら、で左ジャブでこうライムをしながらリズムを刻む左ジャブだったら、その続きのストーリーが描けるじゃないですか、リズムを刻む左ジャブからの話が、まあ、それで起承転結だとしたら小点結ってなって、この結で、まあ、左ジャブでライムが銀が4つ考えられたら、それをすげえ的確なストーリーに配置する、うん、言葉のボディーブローみたいなことがよくカルマも言うし、うん、言葉のウェイトに差がありすぎるっていう、彼を代表するようなパンチラインもあったり、うん、それって絶対アンポさんのワールドに置き換えて使える言葉で、そうですね、やってみましょうか、イエー、俺は3歳からの格闘技エリート、俺はこれで格闘技に飯を食うと思ったのは15歳の時、でも俺はそこから2年間不良の道に道を外してしまった、その時に17、17歳の時 K1 がまた新しく立ち上がった、その時そのシャンパンベルトを見て俺は絶対にこれで飯を食おうと思ったんだ、俺は何のエリートでもね、やりてえことが見つからなかったから立ったストリート、15歳の時に俺もラップに出会い、世界制覇なんてまだしてないがでかいテーマがある、やりたいこと道をそれて脱線、その脱線した先で何を発見できたが、それって言葉に発展させて取るべきだぜ、今ここで100点、17の時に目指したチャンピオンベルト、俺はそれを23歳の時にそのベルトを掴んだ、だけども見えた景色思ったほど変わってなかった、だから俺は平和をやめた、そして新しい道に進んだ、そしてこの前ブレイキングダウンに出た、それは正解だったのかまだ分かんない、だから俺はこのラップでもぶちかぶし格闘家の価値を上げる、正解不正解そんなものは分からない世界、だけども自分が描いた願い近づいてんでってやったらば正解だぜ、もっとでっかい世界を発見したい、その気持ちは全く一緒、 MC バトルで優勝したところで俺の見てるビジョンだって果てしない、じゃあ何がしたい、そいつを変えられるのは自分次第、そして右手に持ったワンマイク、いや自分次第、そうその通りだ、だから俺はこのマイクを握った、これも俺はやってることに意味があると思ってる、格闘技俺は会見、会見や言葉を武器にするできれば、この格闘技っていうものをもっとたくさん盛り上げられる、俺はそう思ってる、だからこのマイクを握ってラップの舞台に足を踏み込んだ、会見の時外見よりも内面、そいつを磨くことが最低条件、 Yo Nightmare みたいな自分自身の心の悪夢、そいつをまっすぐラップで踏み払う、そいつができるはず、いつだって火の粉をかぶる覚悟ができてるやつだけが浴びる賞賛、そのためにやってるぜ、絶対その頭上に手にしない、いかん。
だいぶ乗っかってきてるじゃないですか。いや、あれも、言葉が出にくいですね。気持ちは。うん、うん、うん。それを磨いていきましょう、磨いていきましょう。あ、俺が言いたいのはこういうことだっていう断片が8小節あったら、ワンワードでもいいんですよ。あ、インとかそういうのに無視して、はい、まあ、伝えるという。伝えるっていう意味で、すごい進歩できてるわけだから、それを発展させていく。っていう方向に行きましょう。どんなに動いてもこれは崩れない。それが左手になろうが、右手になろうが。いえ。あ、いや、いや。そうすると安定した声が届けられるんで、格闘技を舐めさせたくない、舐められない、うん、でアンプルキーを舐めさせない、うん、で格闘技と自分の価値を上げる、うん、そのためにラップに挑戦してる、うん、ラップから知って俺の試合を見ろ、それ超大事ですね。ラップから知って、はい、俺の試合を見ろ、それを一人でも増やすために、うん、ラップをやってる、やってる、はい、何のためにラップをしてる、はい、って言われた時に、いや会見で生きるっしょって言ってるより浅いですね。俺は思ったのは、はい、今言った、はい、このラップを聴いた後に、はい、俺の試合を見ろっていう、はいはい、そっちの方が全然かっこいい、うん、確かに。そのためにラップしてるっていう、はい、言葉にしなくてもいいんだけど自分の中で気持ちに裏付けがあるとすげえいい。確かに。かましたい。でもその反対の気持ちとしては怖い、うん、初めてのことで怖い、うん、リングに上がる立ちたくない、うん、って気持ちもやっぱあるんで、あるというか絶対根底にはあるんで、それをなんか見せたら共感になるじゃないですか。共感って多分湧くんで、うん、絶対そうですよね。プレッシャーや嫌な気持ち、これは人を成長させるのに一番大事。じゃあこれをどうやってラップのパンチラインっぽくしていこう。はい、ああ、なるほど。何を言いたいの？なぜ？その先を考えてくる。それはなぜか。それはなぜか。俺は格闘技界の顔になる。そのためには様々な困難を乗り越える。いいですよ。そうやってやっていって、それをパンチラインに整えていこう。じゃあ例えばですよ。そのために両からも倒しますとか、はい。宣言になってると、一個一個のラップがすごいいいと思うんですよ。一小節目に対して、二小節目で説明してあげる。でそれがうまく転がりそうなブロックだったら、そのワンツーからこうスリーフォーバン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 のフォーで倒す。結構ね、いける。多分これなやばいパンチあるんですよ。おお。おお、いいですね。これでも結構ね。三つ踏んでましたね。はい。これいけるかも。俺は背負ってる格闘技界。言い方でも全然変わったり、俺は背負ってんだ格闘技界なのか、俺は背負ってる格闘技界なのかでも微妙に違うし、その中で自分が一番言いやすいとかって言ったら、あんまその長くない方がいいですよ。そう、ね、そうそうそう、シンプルな方が伝わりやすいし、勢いとかがついてくるんですよ。僕が想定できる感じですよ、まあ、俺はヒップホップだけを20年たぶんやってきたみたいな会社と思うんですよ。俺はブレでね、俺は格闘技なんかやらね感じの多分ことを言ってくると思ってて、お前はブレてるから今ここに来たみたいな。で俺はブレてるブレてない話してないの、誰も俺の前できないから今ここに立ってんの。返しのパンチラインなんですね。自分から発信するパンチラインなのか、あ、返しのパンチラインなのか、こう言われたからこうする、多分返しで用意しましたね。返しのパンチラインなんです。論破をで論破したのにまだそんなブレたことやってんのかみたいな、多分そういう風なことを僕は想定してて、言ってきますよね、はい、想定ができてるっていうのは素晴らしい。ブレてるブレてないに話が来なかったらどうします？そうなんですよ、ね、違う言い方でもそれを言ってくれればすごいラッキーだし、言ってくる可能性は超高いと思うんですよ、うん、アンポさんの読みはすごいスマートだし、来なかった時はそのパンチライン打ち込めなくて予定が狂ってパニるっていう、うん、シミュレーションをひたすらするっていうのは超間違ってなくて、はい、じゃあ自分がこう言ったらどう返って、格闘技界からラップの舞台に参戦、これも立派なヒップホップなんじゃないので、お前はヒップホップの枠を狭める、俺はヒップホップの枠も広げる、み
みたいな、あのお前はヒップホップの枠を狭めるとかは超大事なヒントじゃないですか、はい、それはもう超大事に育てましょう、はい、対策はすごい読めてるしできてるんで、はい、磨く作業っすね、やっぱ、うん、はい、はい、論破でも叶わねえのにラップで叶うわけねえだろうみたいな定石で言うとそうきますよね。僕にしかできないことで言えばマイク持ってるじゃないですか、 FSL リング上になってるじゃないですか、あれ近くの歌いながらできるかな、多分できるのは、うん、だから一番姉妹ですか、そうっす、それで盛り上がってアンサーが返ってくるわけじゃないですか、はい、何がしかそれが言葉を頑張って考えてきてきたのかとか、シーペーターに教えてもらったのかとか、そうじゃないですか。で最後がやっぱこう超バイブスが大事なんじゃないですか。なぜ練習してね、自分を作ってまでそれをやってんのかっていうのがみんなにも伝わる、俺を舐めさせねえためにっていうストーリー。最後は熱く感動的にこうかっこいいところを見せれてるわけだから。MC バトルのメカニズム。見えてくるっすね。小手先ではないけど沸かせ方みたいな、うん、まあ、なんだ考えてる生きてること並べてるだけじゃないかみたいなことって絶対言ってくると思うんですよ、はい、そうですね、ここで多分そこで練習してきた進化が、うん、そうっすね、問われる。でもここまでの流れでいいバイブスになると思うんですよ。自分も多分乗ってますね。そう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 、一回戦とかで分かんないかなってやる、うん、やばいっすね、やばいっす、マジでこれやばすぎっすめちゃくちゃすごい。ラップやばいな。ああいうアンサーが1個でも出たら超いいですよね。そうね、家庭教師の話、そうそう、そういう、それがすごい生み出してるし、客もおーってなる。わかりやすく、聞き取りやすく、ハマってる感じの方がいいと思うんですよね。どうしたらこう客の方にアピールできるのかっていうイメージしながらラップしてみたらよりいいかもしれないです。はい、はい、ということで、はい、今日もレッスンしてみましたが、はい、顔が違うっすね。本当ですか？あれですか？なんか掴めました。いやもうかなり掴めました。やっぱすごいですね。やっぱ一流というかプロの弾き方は。やっぱ伝え方が精度が高いというか、ありがたいっす、はい、なんかその無駄な情報が入ってこないんで、最初は分かんないですよ。じゃあそれ一回やってみましょうかって言われてやってみたら、それがどんどん分かってくるようになってくるんですよ。だからいきなり答えを出さずにやれば分かるからっていうそのスタンスがすごく自分で気づけるから、なかなか、いやもう絶対そうなんですよ、ですよ、ね、しこう言ってることがこう噛み砕いて飲み込む能力が絶対あるなっていうのがもう先週あって分かってるから、はい、事細かに説明しても理解できるか分かんないじゃないですか、はいはい、やってみてそれで自分で掴んでいくことでしかないんで、 そうですね、その掴む能力が格段に違うから、パンチラインの構造もだいぶ分かってきてるし、はい、フリースタイルでそういうのが出てくることもあるし、はい、あとは練習を積んで本番の神様に委ねて、ね、教える中で僕もすごい超学びになった。あ、本当ですか？なるほど、こういう風に考えていけばいいんだって、こう人に教えると自分でも飲み込めるじゃない。そう、あ、そうなんですよ。これは間違いなくそうで、人に教えてることのその回数が自分のインプットにつながってるんですよ。アウトプットしなかったら結局自分の方にならないんで、それは多分でかいかもしれないです。いや、楽しみっす。俺もその後ね、リョーカルと戦わなきゃいけないわけだからいや、アンポさんに俺だって恥ずかしい姿見せたくないからね俺もすごいいいスイッチを押してもらって感謝ですね。これは受けてよかったなみたいな。本当ですか？受けを持ってるっすね。でも FSL くださいと言うしかないですね。はい、まあ、格闘技の舞台から今回本当に初めてラップの舞台に参戦するわけですけど、正直ラッパーその出てる皆さんのような準備は全然できてないですし、その立つ資格も僕はラッパーっていう舞台でくくれば立つ資格はないと思ってますけど、まあ、でもその格闘家としてそのラップを披露して格闘技を舐めささない、あとは自分のことを知ってもらう、で自分の試合の面白さを知ってもらう、そういう意味では本当にぶちかまそうと思ってるんで、あのその覚悟と気合を見ていただければ嬉しいと思います。期待してください。これはぜひ見てくれってな感じでお互い全力を尽くしましょう。はい、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。こちらこそ、はい、ってな感じで試合見てくれ。ピース。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。